まない。が意識不明で倒れています。どなたか担架の手配を。医務室に運ぶのを手伝ってください。集まってくれたな。みんなに一つ報告がある。聞いてくれ。これまで俺たちはアインと協力体制を築き、新たな事業の確立に邁進してきた。ここにいる誰もが何らかの形でアインには世話になってきただろう。俺もその一人だ。だが今日、そのアインの素性が厄災の三賢者の一人、ソーマ・シックザールであることが判明した。厄災の三賢者、まさか怪奇を発生させた張本人だということか。は？どういうことだよ。確かなの？これまでアインさんはこの船で行っているメディカルチェックの受診を断っていました。もちろん所属が違うから受診の義務はないし、私も強制するつもりはなかったけど、今回は緊急事態だったこともあって、原因究明のため精密検査にかけさせてもらったんです。そうしたらアインさんの体には P73 変色因子を自らの体内で生成する機能が備わっていた。これは始まりのゴッドイーターと呼ばれるソーマ・シックザールの身体的特徴そのものです。嘘だろ。俺も信じられなくて検査結果を全部見させてもらったよ。でも調べれば調べるほどアインさんがソーマ・シックザールだっていう確証が深まっていくだけなんだ。アインさんがもしその人物だったとして、これからどうなるんだ。そうね、怪奇発生後厄災の三賢者ほどの大物が捕らえられた事例はないけれど、グレイプニルをはじめ複数の有力港からなる機関、主要港安全保障理事会に引き渡すのが筋でしょうね。その後はおそらくアローヘッドに位置する中央司法裁判所で裁きを受けることになる。そうなったら最高刑は免れないと思うわ。ガドリン総督はこのこと知ってたんじゃないですかね。確かにあの人であればアインさんの正体を認知していた可能性はあるけれど、これが公に出ればいくら総督といえどかばいきれないでしょうね。そんなひとまずその話は後だ。アインがなぜ厄災を引き起こすに至ったのか、それはわからない。だが俺はここまでアインと共に歩んできた道が全て嘘だったとは到底思えない。まずは助ける方法を考えよう。それでいいよな。まずアインさんの変色因子の活性状況は一旦落ち着いたよ。でも依然としてとても危険な状況には変わりない。侵食速度を一時的に緩やかにできたけど、きっと時間稼ぎにしかならないと思う。そうか。でもいくつか分かったこともあるよ。普通ゴッドイーターが稼働限界を迎えるのは本人の制御能力の低下が原因なんだけど、今回の場合体内のオラクル細胞側が異常に活性化していて抑えきれなくなっている。まるで
彼の中のオラクル細胞が自ら考え、アインさんの体を食べようとしているみたいに。フィム、知ってるよ。アインの中の荒神、知ってるよ。フィム、知ってるって何？アインの中の荒神、ずっと泣いてるの。早く食べなきゃって焦ってる。フィムの言う通り、アインの中のオラクル細胞が侵食を早めようとしているなら、俺たちに残された時間は思った以上に少ないのかもしれないな。なあ、一つ提案がある。このままの状態が続けば、おそらくアインの意識が戻ることは二度とないだろう。だが、官能領域の最深部に接続すればアインの意識に接触できる可能性が出てくる。あの人のことだ。自分の体がどういう状態にあったか知らないはずがない。だったら直接本人から解決の糸口を聞き出してやろうってのが俺の考えだ。どうだ？そう言ってくれると思ったよ。接続準備についてはキースに話を通してある。今回の非観察者は何といっても始まりのゴッドイーターだ。官能領域内で何が起こっても不思議じゃない。十分に用心しろよ。本当にここまで来たんだな。ここ？ここはソーマが生まれた場所さ。生体への変色因子組み込みは難度が高いわね。やはり胎児段階の投与が一番確実じゃないかな。少なくともラットでは成功している。どちらにせよ人体での臨床試験が必要な段階だろう。 P73 変色因子の解明は始まったばかり。少なくとも今行うのはいかがなものかと。1日10万人近くが荒神によって捕食されている状況で、そんな悠長なことは言ってられないだろう。ヨハネス、私たちの子供に投与しましょう。あなたはこの世界に福音をもたらすの。荒神からみんなを守って。自分の敵を自分の中に取り込むなんて、人は面白いこと考えるな。僕はこの時ソーマと共に生まれたんだ。お前は全ての荒神を滅ぼすために生まれてきた。いいな、彼らを全て殲滅しろ。基礎代謝が普通の子供のそれと比べて異様なまでに高いですね。あの子、8針も縫うような怪我をしても次の日には傷が修復してるの。人間じゃないわ。ソーマも大概変なやつさ。気に入らないやつは全部食っちゃえばよかったのに。ソーマがやらないんだったら僕が代わりに食ってあげたかった。でも僕には何もできなかった。詳細は報告書に記載の通りだ。先のシミュレーション結果を解析したところ、システムに重大な脆弱性が確認された。仮に起動実験を行ってシステム暴走した場合、最悪世界規模の被害が出る恐れがある。起動実験は延期すべきだ。延長期間はどれほどと見込んでいるのかね。
まだ精査中だが、システムの根幹に関わる部分の再設計および実装が必要になる。検証期間も含めれば最短で24ヶ月、長ければ丸4年といったところだ。相馬博士、報告書の君のロジックに明確な誤りがあるとは思っていない。だがこれはセントラルコアに人並みの思考力と感受性が備わった場合にのみ生じうる問題だ。君が開発を主導したコアの性能がそんな空想じみたレベルに達していると断言できるのか？断定はできない。あくまで可能性の話だ。あるかもわからない可能性のために計画を遅延させるだろう。話にならない。ジョサイア教授、起動実験は予定通り行うべきだ。バカな。危険性を認識しながら計画を実行に移すというのか？そういえば、相馬博士は実験失敗の怖さをよく認識しておいでだったな。イエスター博士、言葉が過ぎるぞ。相馬博士の懸念は私もよく理解できる。ただね、我々も道の脇に小石を見つけたからといって簡単に走行を中断するとは言えん立場なのだよ。この計画にどれほどの資本が投入されてきたかわからない君ではあるまい。これまで力を尽くしてくれた研究者や開発者たち、彼らの生活を保障する責任も我々にはあるんだ。実験の失敗によってその生活が脅かされれば本末転倒だ。よし、相馬博士、君があくまで起動実験の延期を望んでいるのはよくわかった。その上で相談だが、この件は一度私とイエスター博士に持ち帰らせてもらえないか？ジョサイア教授、こちら側の対処で問題点を吸収できるのであれば、相馬博士としても異論はなかろう。ああ、近日中に我々からの提案内容をまとめておく。こちらからの連絡があるまで待機してもらいたい。まだここにいたんだな。前にも言ったろ、僕には急いでやらなきゃいけないことがある。相馬を食ってあげるんだ。聞こえるか？こちらは極東支部。聞こえるか、相馬博士。こちらは極東支部の天宮林道だ。ああ、くそ、ノイズがかっててろくに聞こえやしねえ。聞こえている。こちら相馬だ。おお、ようやくつながったか。林道なのか？ったく、耳元で情けない声出すなよ。まあひとまず生きてるようで何よりだ。林道、極東は今どうなっている？大方お前が思っている通りさ。あの妙な霧が出てきたと思ったら、30分も経たないうちに支部全体を覆っちまった。お前たちは無事なのか？そうだな、とりあえずは生きてるさ。すまない、これは今回の件は全て俺の責任だ。そうか。おい相馬、
俺は俺の手の届く範囲にいる奴らは必ず守る。だからお前は生きて、お前の道を進め。お前が納得する形でこの件にケリをつけるんだ。分かったな。もっと生きてる回線はこいつが最後だったんだが、そろそろ時間切れみたいだな。分かった。極東のことはあんたに任せる。俺はこの事態をいつか必ず収束させてみせる。ああ、やってみせろ、相馬博士。全部片付いたらまたどっかで飲もう。じゃあ、風邪ひくんじゃねえぞ。相馬はこの日から名前をアインに変えたんだ。厄災をどうにかできるまでずっとアインなんだってさ。そろそろ本当に時間切れみたいだ。急がなくちゃ。お前と話すのも思ったよりは退屈しないけど、相馬に何かしてあげられるのはきっとこれが最後だから、失敗するわけにはいかないんだ。アインさんの官能領域最深部の座標をようやく官能レーダーで特定したよ。特定はできたんだけど、思ってた以上に厳しい状況だね。何か問題があるのか？一番でかいのはアインさんの官能領域の深さかな。官能領域の深いところに接続するためにはそれだけ高い官能能力が必要になる。だからこそ先輩に観察者の役割を担ってもらっていたし、これまでは余裕で最深部まで到達できていた。でもアインさんの官能領域最深部に到達するためには今までの何倍もの官能能力が必要になりそうなんだ。なかなか深刻だな。加えてアインさんの官能領域には今現在かなり大きな歪みも発生してる。強力な記憶の結節がうじゃうじゃ出てくる可能性も極めて高い。一人で行くのはあまりに危険だよ。上げる方法？基本は本人の生まれ持った資質で決まるからな。ん？いや待てよ、あれもしかして。どうしたキース？ちょっと待ってて。待たせ。あったんだ、あったんだよ、最深部に到達する方法がさ。ズバリ多段式ロケットの仕組みを使えばいいと思うんだ。ロケット？うん、あれってさ、本体をできるだけ高く飛ばすためにたくさんの推進剤を積んでるだろ。空になった推進剤タンクは途中で切り離されるけど、その分身軽になった本体はさらに遠くまで行けるようになる。先輩をロケットの本体に例えるなら、他のみんなで推進剤タンクの役割を果たせばいい。つまりこいつが持っている推進力、すなわち官能能力に俺たちの官能能力も上乗せする。理屈としてはこんなところだと思うが、そう簡単にいくのか？これまで先輩はコアエンゲージ習得の過程でみんなとの官能同期率を上げてきただろ。官能同期率ってのは言い換えれば自分の官能特性をどれだけ相手に合わせられるか、その尺度でもあるんだ。つまりみんなが先輩の官能特性に同調させ官能能力のベクトルを揃えることができれば、アインの官能領域最深部に到達するだけの官能能力を得られるかもしれないか。
そういうこと。ざっと計算した感じだと、俺たち8人の感応能力を足し合わせてギリ最深部に届くかどうかってところなんだ。一人一人の頑張りが重要になってくるね。アインの状態からしても、これがきっと最初で最後のチャンスになる。いけるな。作戦の段取りは俺の方からみんなに話しておく。アインの元に必ずたどり着くぞ。邪魔はさせないと言ったはずだ。ソーマをこれ以上苦しませない。ソーマは僕が守る。大丈夫だ。俺を苦しめに来たわけじゃないさ。じゃあお前はここに何しに来たんだ。助ける？なら僕と同じなのか。厄災が起きてからソーマはずっと一人だった。助けてくれるやつなんて現れなかったんだ。僕はソーマが小さい頃からずっとそばにいたけど、今までは何もしてあげられなかった。でも最近になってようやく僕はソーマに干渉できるようになったんだ。お前とフィムが起こした広域のエンゲージ、あの事象がトリガーとなり、俺の中にいる荒神の自我、つまりこいつが仮初めの目覚めを迎えたんだ。そう、僕がこうしてソーマに干渉できるのは一時的なこと。あとほんの少しの間だけなんだ。もうすぐ僕はまた眠りに入る。それまでに僕はソーマを食べて荒神にしないといけないんだ。ソーマは厄災が起こったあの日からずっと苦しんでた。俺のせいで多くの命が失われた。俺のせいで全てが壊れて消えたってね。なあソーマ、お前は逃げたかったんだろ。ああ、その通りだ。俺は厄災を引き起こした罪からずっと逃れたいと思っていた。ソーマが逃げたいって思ってるなら逃がして楽にしてやりたい。僕がソーマを食って荒神にしてやれば苦しまずに済む。そう思ったんだ。そうか。人の言うことってやっぱりよくわからないな。ソーマ、待ってて。もう少しで食べ終わるから。苦しいのから逃げられるさ。いや、俺はもう逃げない。どうして？生きることから逃げるな。かつて俺のダチが言った言葉だが、それを再びお前に言われた気がしてな。そっか、ソーマのことを助けてくれるやつはいない。ソーマの心を救ってくれるやつなんてもう現れない。それならいっそ僕がって思ってたけど、ソーマはもう一人じゃなかったんだね。わかった。
それならソーマを食べるのやめるよ。ソーマ、お前は生きろ。ソーマが荒神になっちゃうより、ソーマのままでいてくれた方が僕も嬉しい。すまない、手間をかけさせたな。ううん、話せてよかった。お前も人の割には面白いやつだな。楽しかったよ。あれ、そろそろ時間か。ソーマ、いや、もうアインなのか。ややこしいな。まあどっちでもいいか。こいつのこと、これからもずっとよろしくね。ありがとうな。この先に俺の記憶の結節がいるはずだ。行こう。おかえりなさい。ああ、ただいま。アインさん、ご気分は？大丈夫だ。長い夢を見ていた気がするな。みんな迷惑をかけてすまなかった。改めて礼を言わせてくれ。ありがとう。特にお前には随分と無茶をさせてしまったな。さすがだな、エイミー。皆をロビーに集めてもらえないか。改めて俺の口から説明したい。俺が知る厄災の全てを。はい、了解しました。以上が厄災の日の真実だ。何か質問があれば答える。いや、質問つうかさ、アインさん悪くねえじゃねえか。あんた他の二人を止めようとしてたんだろ。なんで厄災の三賢者なんて呼ばれたままで平気なんだよ。家庭はどうあれ、俺は海域を発生させる技術の一端を担い、そしてただ一人機動実験を阻止できる立場にありながら、結果として止めることができなかった。それが全てだ。いや、そうなのかもしれないけど。アイン、この先あんたはどうしたいんだ。俺は改めて極東を目指す。海域を解決するためにはやはり極東の連中と接触する必要があると考えている。極東にいたというあなたの仲間はまだ生きているのか。極東にたどり着いた先であなたに後悔してほしくない。悲観的なことを言うようで申し訳ないが。いや、いい、気を使わせてすまないな。確かに極東の連中が生きている保証はどこにもない。厄災発生直後に一度だけ連絡が取れたが、海域に分断され通信は途絶えてしまったからな。だがあいつらがそう簡単に死ぬはずがない。きっと生きている。俺はあいつらを信じているんだ。これからどうやって極東を目指すんです？
極東に向かうにあたってまず必要なのは中継拠点となる港の存在だ。まだ航路のない海域で単独航行するのはあまりにリスクが高すぎるからな。補給経路を確保する意味でも港の建造は必須となるだろう。それって極東に行くために複数の港を建てていくってことですか？その通りだ。だがこの港はどれも極東にたどり着くという目的のために使い捨てしていいものではない。港一つ一つがその地域に住む人間にとってかけがえのない家でなければならない。俺はそう考えている。俺はこの世界の一端を担った人間だ。道中にある人々を見捨てていけるはずがない。果てしなく長い道のりにはなるだろうが、お前たちにもらったこの命、無駄にはしないさ。なるほどな。あんたの目指すところは大体分かった。だがそれなら俺たちの向かう先は同じかもしれないな。何？俺は誰もが自分の願いを叶えられ、みんなの拠り所となる、そんな港が作りたい。でもそれは一つじゃ全然足りない。世界中にそんな港をたくさん作っていくんだ。なあアイ、俺たちの夢の先にあんたの夢もあると思わないか？ああ、確かにそうだな。アイン、この船では同じ夢をいいと思ったらもう仲間らしいぞ。なあ、フィム。うん、同じ夢を追っかけると仲間だし家族だよ。そういうことだ。アイ、俺たちと共に新たな明日を目指そう。ああ、よろしく頼む。